どう思うよ。おお、いけると思うね。案外抜け目ないじゃん、春日くん。じゃ、くれぐれも星野会長によろしく。どうも皆さん、こんにちは、キンタンです。はい、前回の続きからね、ストーリーの方を進めていくんですけれども、まあ、いろいろとね、今回の今までの件で星野会長に借りができたんじゃないかっていうことで、偽札を持たせた人物が誰なのか聞きに行きたいと思います。教えてくれるかな。入ってくれ。高部の頭から会長と差しで話してもいいと許しをもらいました。ああ、聞いてるよ。今日お前らが何をしてきたのかも全部な。よくやってくれた。今俺がこうしてられんのもお前らのおかげで。青龍会は無事だったんだ。無事とは言わん。組の二三割の人間が家を出て近江の側に着いた。残ったもんにもわだかまりが残ってる。偉人町の三す組がまがいもんだったと聞かされちゃうな。半貧龍満の長は孫妃に総帥の座を譲ると言ってました。それも聞いてる。何でもお見通しですか。そう遠くない未来を見ることもできる。いずれ青龍会は近江連合の傘下に入ることになんだろう。マジか。この町のグレーゾーンにしか居場所を持てなかった人間には肉の壁こそが頼みの綱だ。だが肉の壁が崩れかけている今、彼らには死活問題が訪れる。結局近江連合に飲み込まれるってことか。荻窪豊が神通力を失ったと、そういった噂が政界に流れ出した。都知事がそれとなく広めてるそうだ。敵ながら手際がいい。マサとか若が長年にわたる幹事長の偽札ビジネス。そいつが世に出りゃ民事党は吹っ飛ぶだろう。だから知事はこの件で口を紡ぐ代わりに荻窪の後釜に収まることができる。あの若さで幹事長とはな。よくわかんねえんですが、幹事長ってそんなに偉いんすか。幹事長の役割は選挙の指揮と勝利だ。今の青木亮になら思いのまま候補者名簿を作れる。つまり日本の与党を、この国を好きなようにできる。恐ろしいな。この国を好きなように。だから奴の次の一手は総理に解散総選挙を迫ることだ。最初からそれが目的やったんや。解散総選挙？バカな、このタイミングで。総理、荻窪先生に頼れなくなった今、さぞ不安をお感じでしょう。ですが私にはあの人よりも総理をお支えできる力があります。今総選挙となれば議席の3分の2以上を確約しますよ。何か具体的な策があるのかね。民事党が弱い選挙区にはブリーチジャパンの支部長たちを立てます。どの地域でも彼らは強い支持を受けています。何よりこの私が後ろ盾ですから、我が党の圧倒的勝利であなたの個人的な政治悲願も叶うでしょう。この人が総理ってこと？総理は今ご自身に党内の求心力があるとお思いですか？荻窪先生の後ろ盾もなく。答えにくい答弁は議場でだけにしてほしいね。私を幹事長にした上で解散総選挙、
それが飲めなければ荻窪先生の裏の仕事が世に出ます。現政権どころか民事党も消し飛ぶでしょう。いや、しかし都知事が幹事長を兼任した前例など、何より年齢が若すぎる。なら私を止められる年寄りを連れてくればいい。もちろんそういう人がいればの話ですが、どこかにいらっしゃいますかね。全てはこの国を変えるためか。本当の目的は何なんや、マサト。肉の壁を崩したのは青木亮の野心だ。近江連合を動かし、真淵を操った。それをやれるのが今の青木亮の力だ。いや、荒川雅人だったな。そういうことになるね。春日、今お前が事の渦中にいるのは巡り合わせに過ぎん。ソープの店長が死んだ時、その場に居合わせたのは偶然だった。そう思うよな。はい、そうですね。だがお前が異人町に流れ着いたのはおそらく必然だろう。え？どういう意味で？いつかの偽札、今あるか？来た、その話。会長はこれを誰が俺に持たせたか知ってるっておっしゃいましたよね。ああ、その偽札を持っていることができた人間はこの世にただ一人。誰なんですそれは？荒川真澄だ。やっぱりか。おやさん？いや、でも俺はそのおやさんに撃たれて。ああ、お前は荒川に撃たれた。だが荒川はお前をこの町に運び込ませるために撃ったんだとしたら？え？そんな気はしてた。その偽札はこの俺への紹介状だ。もしもお前が俺の元にたどり着いた時、春日一番が荒川真澄の身内だとそう知らせるためのな。なるほど。紹介状って、なんでそんなやり方を？俺の見立てじゃ、青木亮の野心とはまた別の動きが荒川にはある。別の動き？それ一体？そこまではわからん。だがそれを紹介状として使ったのなら、よほどの事態だと察するがな。つまり星野龍平にしかわからん合図ってことだな。あなたと大家さんとはどういう？そいつは長い昔話になる。聞きたい。だがその話をするのにふさわしい場所はここじゃねえ。平安楼だ。平安楼。俺と荒川との因縁は全部あそこから始まった。北京ダッグが好物らしいな、あいつは。ええ。明日のランチでお前にも食わせてやる。席を予約しておこう。いいんすか？でもそれはそれで嫌な予感するな。あ、めっちゃ聞きたいねんけど。もう何よりおやすさんの声がもう一回聞きたいや。昔の声でもいいから。もうおやすさんに会いたい俺は。荒川真澄最高やからな。仲間と情報共有。ああ、でも早速行きたいな。まあでもとりあえず仲間とお話しする。
プレゼントとか出ねえけど、どうしよう。ああ、ナンバー？ああ、そういうことね。この目印に従えってことね。なあ、まだ時間あるような。一番昨夜お前が星野会長とした話ってのを聞いてちょっと気になることがあってよ。はあ、何？お前が偉人町に来たのを会長は必然って言ったんだろ。ああ、確かそんな感じ。撃たれたお前が運び込まれてきた日、お前は覚えてねえだろうが、俺は苦労して道具やらかき集めて傷を手当てした。ああ、何よ、そのことなら海よりも深く感謝してるぜ、常日頃から。いや、俺が言いてえのは、お前を手当てをしろって言い出したのが村長だったってこと。村長が噛んでんのかな。真夜中の出来事だった。俺はまあ当然のように寝てたわけだがよ、その時ホームレス仲間何人かと村長が泡食った顔でこいつを直してやってくれときた。でも考えてみりゃどうしてだったんだろうな。あーってことは村長が繋がってる可能性があるな。どうしてって、死にかけたもん助けるのに理由なんていらねえだろ。お前がホームレス仲間だったんだらそうだ、無条件で助けるさ。でも撃たれたヤクザなんてあそこじゃ厄介のネタでしかねえ。確かに、どうしても助けてやりたきゃ病院の前に置いてくりゃいい。なんなら救急車呼んだってよかった、うん、なのに村長は自分なり必死に助けることにこだわってた。なるほど。ああ、そやな、村長がお前を助けたのは特別な理由があったからじゃないのか。うん、村長か。ああ、まあ、裏がある可能性はあるな。ああ、そうやね、先に村長と話すのもありやな。なるほど、ナンバーいい情報くれたな。ちょっと村長と先話すか。村長も関係してきたってなると、いよいよもうほとんどの人が関係してるね、これ。村長。ん？うちの相棒が気になっていることがあるってんで来ました。俺がここに運び込まれた時の話です。あの日、あんたが一番を見殺しにしなかった理由、そして病院に運ぶでもなかった理由、もしよかったら話しちゃもらえませんか。そうか、わかった。話してもいい。どうせもう潮時だろうからな。潮時？ああ。このホームレス街には昔から秘密の取り決めがある。ここで村長と呼ばれるまとめ役に代々引き継がれてきた掟だ。掟？そりゃどういう？不定期に運び込まれてくる死体の処理だよ。え？死体の？それを運び込んでくるのは荒川組ってカムロ町のヤクザだ。見返りに俺たちはいくらか握らせてもらう。荒川組ってマジっすか？でも昔からってことは登場会の時の？詳しくは知らん。ただそういう仕組みができてた。俺がここに住み着くずっと前からな。処理する死体はいろいろだ。撃たれたのやら、刺されたの、殴られたの、どんなんだろうが、ゴミの山の下に穴掘って埋めちまう。何体埋まってるかは知らん。バブルの頃は月に一度はあったらしい。俺が村長になった後も3人運び込まれてきた。殺しの荒川組か。ただし運ばれてきたのに息があった場合は、さらに裏の取り決めがある。いや、今までの話も十分裏でしょ。運び込まれた人間に息があった場合は、死んだことにして救って逃がす。なるほど。なんでそんなこと？自分を死んだことにしたいって人間はいつの時代にもいるもんだ。借金で夜逃げしたいやつ、組織に狙われて逃げているやつ。やっぱり荒川真澄が配慮したんや。ここに送り込んで死んだことにして逃がしてやる。もちろん代わりに金は取るんだろうがな。とはいえ
荒川組にしたってバレちゃまずい仕事だ。だから滅多にないケースなんだがな。じゃあ俺の場合も。その取り決めがあったからあんたは俺を助けてくれた。そういうことだ。俺を運び込んできたのはどんなやつでした？それも気になる。荒川組のもんだろうが、俺もそんなのまで確かめやしない。そいつは車のトランクから血まみれのお前さんを下ろして、そして相場通りの金を俺に握らせるとすぐに帰ってった。最後まで一言も口を聞かずにな。そうやな、分かってたってことや。いやでもそれは最初からね、なんとなく分かってた。すまねえな、イチ。死んでくれ。頼んだぞ、イチ。え？なんだ今の。ん？おやさん、俺を撃った後何か言ってたみたいなんだよ。多分頼んだぞ、イチって。なんだそれ。いや確かに言ってたんだ。夢じゃねえと思うんだがよ。よう一番。希望を持つなとは言わねえ。だがな、お前がここに来た時マジで生きるか死ぬかの瀬戸際だった。ちょっとした行き違いがありゃ死んでたはずだ。お前が荒川のことを信じたくなってるのはわかるけどよ、俺にはちょっと。それでもおやっさんは俺を撃たなきゃならなかった。会合に来てた他の極道たちの目があったから。そういうことやと思うで。ん？いや、なんでもねえよ。いよいよ盛り上がってきたな。忘れてくれ。一番、そろそろ平安楼に行く時間だ。ランチの予約してもらったんだろ、星野会長に。さあ行こうか。いやー楽しみや。ちょっと待って、話してる途中に殺されるとかやめてな。それだけやめてな、ほんまに。最後まで聞かして、その後は死んでもいいからな。来たぞ平安楼。先にやらせてもらってるよ。いいんですか、ごちそうになっちゃって。お前がおごってくれんのか。そうしたいですけど、支払いはこれじゃあまずいですもんね。どうやらゆっくり飯を楽しむ気分じゃないか。うまい北京ダック、俺にも気持ちよく食えるようにしてください。あなたと親さんがそういう関係なのか。俺に気持たせたのはあなたですよ。偉人帳の偽札は戦後間もなくから人知れず作られていた。先代の清流会と半品流マン、その一握りの幹部だけが知る極秘の事業だ。ただしその他に何人か偽札の運び屋を雇ってもいた。運び屋？そのうちの一人が旅回りの役者だった男、荒川敏夫だ。そいつは荒川真澄の父親だ。あの親父か。え？ある時彼はトランクいっぱいに詰めた1億あった偽札を紛失してしまったと言ってきた。そいつはどんな理由だろうが許されることじゃない。清流会は他の運び屋たちの手前けじめをつけなければならなかった。だが偽札のことを知る人間は一握りの幹部だけだ。けじめを取るにしても
組の下っ端に任せることはできなかった。だから先代はいずれ組の跡目になる俺にその役を命じた。ってことはまさか会長。そうだ、つまり俺は荒川敏夫を、荒川真澄の父親を殺した人間だ。そうやったんや。荒川敏夫と個室にいたのが誰かは事の直前まで知らなかった。それがまだ14の息子だと分かった時にはもう引き返すことはできなかった。殺された親を最初に発見するのがその子になる。そう分かっててもなおだ。後で知ったことだが、偽札が紛失したのは荒川敏夫の妻とその愛人が盗んだからだった。そうやったんや。二人は海に沈んで消えた。死体も上がっちゃいないがな。なるほど。じゃあ大家さんは両親を一度に。ああ。そして座長を失った一座もその後解散。荒川真澄は役者仲間数人と流れ者になった。何者も頼れない彼らが生きるには極道にでもなるしかなかったんだろう。東京の神室町でな。そういうことやな。いや、ここで回収か。面白いね。荒川が入ったのは東上界の枝で氷川興産って組だ。言ってたね。ずいぶんきついとこだったらしい。殺しも平気で請け負うような組だったみたいだからな。だから氷川興産はしょっちゅう死体の処理に追われていた。マジですか。荒川真澄も当然それを手伝わされたわけだが、ただその死体の始末に彼はわざわざ横浜の偉人町のホームレス街を使うようになっていった。え、東京の組なのにどうして。少しでも横浜に来る機会を増やすためだ。そうすれば父親が殺された町で犯人を探すことができるからな。そうか。その時から親さんは偉人町のホームレスと死体の始末を。荒川は偉人町に通っては執拗に前科者や極道の顔を探し続けた。たった一つの手がかりを頼りにな。あの日一瞬だけ見た怪しいボーイの顔、それだけをひたすら追い続けた。そして事件から7年が経っていたある日、俺のもとにこの平安楼への招待状が届いた。差出人は荒川真澄。素性を隠す気もないその手紙に俺は逃げられるもんじゃないと悟った。だからボディーガードも誰もつけず、俺はたった一人で荒川からの招待に応じたんだ。一人で。でもそれは危ねえだろうな。きっと殺されるだろうと思ったさ。じゃあどうして。どの道ろくな死に方はできん関与だ。あの時の子供に殺されるのならいくらかマシなんじゃねえかってな。俺にとってあの殺しは喉に刺さった小骨みてえに引っかかってずっと消えなかった。今お前の座ってる席に荒川も座ったよ。ここに。
まだ二十歳を過ぎたかどうかってその目はもう何人も殺めてすさみきっていた。そして俺はなぜ荒川敏夫をやらなきゃならなかったのか、その理由をありのままに伝えた。どうせ殺される身だ。陣長の秘密だった偽札のこともすべて話した。その間銃を手にしていた荒川はいつでも好きな時に俺を殺せたはずだった。だが俺の話に全く口を挟まず、すべてを聞き終えると荒川はゆっくりと席を立った。そのまま出て行こうとする荒川を俺は引き止めた。復讐しに来たんじゃねえのかってな。で、おやつさんは？あんたがふてぶてしく俺の正体を無視してくれりゃ背中から撃てたのにな。そう言って出てったよ。おやつさん。1984年に日本の満札は聖徳太子から福沢諭吉に変わった。その時自分の組を持つまでになっていた荒川に俺は贈り物をした。贈り物？ああ、福沢諭吉が書かれている新しい偽札を贈ったんだ。それもわざわざ裏面を白紙にした特注のエラー品をな。それがこれか。なんでそんなものを。説明は難しいな。まあ強いて言えば恩義とけじめの気持ちだ。恩義とけじめ。ああ、俺は荒川の招待を受けたあの日殺されるはずの人間だったんだ。だが彼は俺の命を取らず、胸に仕えていたものさえ消し去ってくれた。それだけじゃねえ。偉人さんの均衡を保つことも彼のおかげで続けられたと言っても過言じゃねえんだ。すげえ。荒川には途方もない恩を受けた。だがけじめの気持ちも忘れちゃならねえとずっと思ってきた。その気持ちの印がそのエラーの偽札だ。偽札の秘密は俺や偉人町の急所だ。だがその秘密が保たれ、ずっと偉人さんが成り立っているのは荒川のおかげだという気持ちと、そしてもし俺を生かしておいたことが見込み違いだと思うことがあれば、いつでもそいつを使って俺を好きにすればいい。その二つの気持ちがそれなんだよ。ええ話や。それを一番に持たしたっていうのもいい話や。そのつもりで実は裏書きに一筆入れたな。恩義平衡を忘れず、賞や罰を常に適切に与えられるという様子を例えた言葉だ。俺が背負っているものにふさわしいと思って書いたんだが、さすがにほとんど消えちまったようだな。そういうことだったのか。しかし今その偽札を持った男が俺の前に現れた。それは俺だけにわかる荒川からのメッセージに他ならない。お前という男が
荒川真澄にとって大切な身内だということだ。よかったな一番。おやつさんが俺を大切な身内だと。そういうことや。荒川もその偽札の大事さは理解しているはずだ。だがな、それを手放しお前に託した意味をお前も理解すべきじゃないのか。だとすれば、カモロ町でお前を撃ったのは荒川の本意じゃなかったと考えるべきだ。撃ったのは殺すために撃ったんじゃなく、お前を生かして俺の元へたどり着かせるために撃った。違うか。今俺にわかるのはせいぜいここまでだが。いえ、ありがとうございます会長。そっか、やっぱそうか。うん、でも判断すんのはお前さんだ。俺は知ってることを話して。ねえ、いいんです、十分です、信じます。そうかい。ええ、俺の仲間も同じことを言ってたんです。俺にとっちゃその仲間ももちろん会長も信頼できる人です。だから信じれるんです。そして俺自身もおやっさんを信じなきゃいけねえって改めて思いました。ガスガ。はい。お前荒川とは血縁か。まさか。そんなんじゃありませんよ。そうか。あいつはいい若い衆を持って幸せもんだな。親としてさぞかし鼻が高いだろう。ちゃんと北京ダック入っててや。入ってくれ。この国を好きなように。なら私を止められる年寄りを連れてくれば恩義平行を忘れず。そういう人がいればの話ですが。お前という男が荒川真澄にとって大切な身内だということだ。